イエーイ、大輔でございます。皆さんご視聴ありがとうございます。スイカ、ですね、上海、とてつもない深い湿度の高さでございます。ちなみに今の上海の温度、はい、こちらでございます。温度はまだ梅雨ですよ。もうむちゃくちゃ蒸し暑い。そして蒸し暑いといえばこの私の髪型なんですけれども、先日ですね、インスタグラムの方で、アンケートを取ってみたんですけれども、そうしましたらですね、なんと、はい、ドン、ロン毛が似合わないロン毛が似合わないということでご指摘をいただきましてですね、今度髪の毛を切りに行きたいと思います。僕らの世代ってかっこいいといえばロン毛だったんですけどね、まあ時代遅れということで、それはそれで時代にフィットしていきたいと思います。いや、しかし下がすげえ滑る。今日はですね、これから上海の新しいコーヒー屋さんにちょっと、私のチャンネルに出演してくださる、可愛い部門の、女の子とですね、ちょっと視察に行きまして、夜は夜で、また仲間たちと食事会がありますので、それに参加して、いろいろ話していきたいと思っております。それでは、深い質の高い上海からお送りしたいと思います。それではまた。部門の人来ました。みなちゃんです。行ってみたいと思います。じゃあ、インガイメイオイス。めっちゃ被ってる。 T シャツとバッグがめっちゃ被ってる。今一口食べたんですけど、めちゃくちゃ柔らかくてうまい。見てくれはなんか硬そうなの、めっちゃうまい。これはおすすめですね。なんか午前中に来ると焼きたてが食べれるらしい。でもまあいつ食べても美味しいと思います。这个桌子是我自己设计的。你可以设计的。对，我自己设计的。其实这个是我们的 Marshall， 是我们的 contractor， 他做的整个的施工。关注一下。对，这个是我们的 graphic designer。他们叫 double。就是所有的这种的那个 logo 啊什么的，他那个都是他设计的，是吧？对，这个是我。谢谢，很好看，谢谢你，谢谢你了，谢谢。ということで、デザインもやられてて、いろんなことをご自分でやられてる社長で、僕はこういう社長はものすごく尊敬します。ねえ、みなちゃん。なんでやん。